ちょ茶と魔女の使い分けが分かりませんということで質問いただいてます。はい、いい質問です。はい、ちょ茶と魔女はどちらも訳すと何々すらとかいうことになって区別がつきにくいんです。訳すと区別がつきにくいで、これでムルにしましょうか。ムル、チョッチャ、マシュースオプス、悪い方の条件で水さえ飲めない。だこれがムンマジョでリギシジャケット、それに付け加えていく条件として雪さえ降り始めた、これ水さえ飲めない。だから両方訳すとさえさえになって区別がつかないんですけども、これは最低条件の水すら飲めないのか、こちら悪いものが重なって雪まで降り始めたというそういう意味です。あ、こっちは付け加える、付け加え、悪い条件を付け加え、こちら最低条件を切り詰めてパンも食べられない、水すら飲めない、はい、というそういう削っていく方。なるほど、縮めていく方と削っていく方と増やしていく、そう、悪い条件ね、加わっていく、そう、悪い条件を加える、そうです。あ、じゃあやっぱり意味が全然違いますね。そうそうそう、だから勘違いしてはちょっと変とかなことになる。そうです、ね、でも訳しちゃうと分かんないから日本人は分かんない、うん、こんな使い分けは例文で確認するといいですよね、きっと。ムルチョッチャンマシウスガオセルンマジョネリギシジャッケス、はい、それでいきましょう。うん、ありがとうございます。